はいみなさんどうもみちい,いです。どうもどうも。今日はですね、数学をやってると出会う自名という言葉についてちょっと紹介していきたいと思います。まあ勉強していたり、数学科の講義とか出るとね、まあ辞名というなんか聞き慣れないような言葉が出てきて、まあ一旦聞くと使いたくなるもんで、数学科にいるともう自名、辞名、それ自名なの自名じゃないのとか、いや、それは非自名だねとか使いたくなったりするんですけど、あと数学の勉強の中で非自名会とか出てくるので、まあ辞名って言葉なんかかっこいいなとか言ってみんな使いたかったりするんですけど、まあ中にはなんか使い方間違ってる人とか見るのでちょっと気をつけてください。まあそんなことはいいとしてですね、今 ただ、そういう地名の使い方とかそういうのではなくて、自明という言葉非自明であるという言葉に出会った時にどういう風に注意しなく、どういう注意が必要なのかということをお話ししていきたいと思います。まあ、例えばですね。本とかそういうものを読んでいってる時に、だいたい証明定理の次の証明のところに自明とか書かれていたりすることがあるんですね。まあ、定理の下というよりかは定理の後。の コロラリー、K、の中に、これは定理から自明すぐに従うみたいなことが書かれていたりするわけです。で、これはちょっと注意が必要で、まあ、確かに、もう本当に定義からすぐとか、定理からすぐってことは、ま、確かにあるんですよ。別にこれは問題にはならないです。ですけれども、本当の本当に自明かと言われると、そうでもないところで自明と使われていたりすることも実はあるんですね。で、実はこれは方便で、決してその、 著者が分かっていないからとか議論をごまかすためとか楽するためとかそういうことではなくって実はそのむしろ議論を鋭くするために使っていたりすることが実はあったりするんですねというのはむしろ書いてしまったりその非建設的なものとか計算とか無意味なものあんまり古本石でないことを書いたりするとちょっとぼやっとしてよく分かんなかったりするんですよ本質的なところだけバンバンと書いてくれればむしろそこだけ抑えて欲しいようなところだけ書けばまあ、大体の議論というのはスマートに行くわけですねむしろ議論をスマートに鋭くするために、えー、自明であるという方面を使 使うとで、これ、これはですね、とてもいい使い方で、初めて、初学者にとってはちょっと厳しいと思われることもあるかもしれませんけれども、それを乗り越えるということが、勉強の非常に大きなところ、もう中心材料というか、中心となるところですから、そこは乗り越えなくてはならないんですよ。そういう意味で、実は読者というのを試しているということもあります。まあ、定義から自明であれば、まあ、自明と書く必要もないじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、初学者にとっては、まあ、ちょっとそういうところは気をつけなくてはならなくって、つまり、定義とか、その定義 定理ととととかかききちんんつついてきていいいてててますかということの一つの確認にもなっているんですね、案にそういういいことを意味しているわけですですね最近はいろんな本があって、もう定理の証明とか、いろんなコロラリーにしても、これをこういうふうに適用すれば良いというふうに、まあ、無駄に書いてあるようなところもあったりするんですけど、それは初学者にとっては無駄じゃないと思われるかもしれないんですけど、これはまあ正直バカ丁寧といえばバカ丁寧なんですよ。そこまで書かなくても、そういうことを書くとむしろ読者が、なんか、 音文に抱っこみたいな状況になって、むしろ分かりにくい文章とか本が出来上がってしまう恐れが実はあるんですね。まあそういうのはね、あの経験持っていないとなかなか分かりにくいところではあるんですけど、本当にその通りなんですよ。なのでむしろ議論を鋭くするため、読者に対して大丈夫ですかとか、確認のために実は方便として自名という言葉を使ったりするところがあるんです。その非建設的な理由とか、まあ意味のないものを書かないということがむしろいいことにつながる。そういう、 方便ですよ。何度も言うようですけど、方便なんですよね。それはもうしょうがないところです。で、小学者の人が、まあそこはちょっとね、なんか書いてくれたら嬉しいなと思うのも、実は読者のためにそれは、あ、な、されていると。ありがた迷惑という人もいるけれども、実は長い目で見れたら、本当にいい本というのはそういうふうに書かれていたりするものなんですね。で、わからないならわからないってね、納得いくまで本当に深く読み進めなくてはならないし、それは著者の仕事ではなくて、読者の仕事な,なんだと。その読者は伝えることが目的なんですけど、何を伝えるかっていうと、本質を伝えることが目的で、それがいい本なわけですよね。でそれを理解 理解するのは読者の仕事ということでこういう意味で相手自明というものを使うということがよくあるわけですね で、あと、まあ、あんまり面白くない理由というか、あの、本質的でない理由というのは、紙幣の都合というのがあります。まあ、出版社との兼ね合いでね。そういう意味で、自明とか書かれていたりすることが、実はまあまあ見受けられます。あんまり自明じゃないんですけど、例えばこの意味では、自明とこと、という言葉を使わずに、この本のここ参照みたいなこと書かれていて、完全に読者の、あの、重荷として課されることがあったりするんですけれども、でもこれは仕方のないところ、といえば仕方のないところですね。で、その本の大きなストーリーには影響しない時とかによくそういうことが使われたりするので、そこはあんまり気にし しなくても大丈夫ですむしろですね、自明という言葉の背後にはどういう意味があるのか、どういう著者の意図があるのかというのは組まなくてはならない。それは読者の仕事なんですね。そんなわけで、実は議論を鋭くするために、ごまかすためではなくて、鋭くするために自明という言葉を使うこともあるんだということ。で、そういう、そうでない使い方もあるけど、大体そうなんだということは、ぜひとも皆さん、知っておくといいかなと思いましたので、紹介いたしました。そんなわけで、楽しかったと思う方は、ぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画もご覧ください。さよなら。